毎度、徹子です。文政権下の雇用対策は、とにかく、公務員の数を増やすことでした。そのため、公務員数が増えすぎて、財政を圧迫している状態ということで、ユン政権は、公務員の給料を削減することにしたみたいです。狭き門を突破して晴れて、公務員になった国民は歓喜していたのですが、政権が変わった途端に、はしごを外されて、パニックになっています。ニュースの詳細。政府が緊縮財政を公式宣言した。このために歴代最高水準の支出構造調整を予告した。政府の政策によって流動的な裁量支出だけでなく教育財政交付金など法的に無条件支出するようになっている義務支出項目まで減らすことができるものは全て減らすという方針を立てた。文在寅政府で後回しだった財政健全性を確保するという意味だが、政府の緊縮が景気低迷を加速化させる恐れがあるという憂慮も出ている。政府は7日、ただし北大学校でユン・ソクヨル大統領主催で国家財政戦略会議を開き、今後5年間の政府財政運用方向を審議決定した。財政運用方向の核心は支出構造調整を筆頭にした緊縮財政だ。不要な支出を最大限減らし、昨年基準でマイナス 5.0% 水準の管理財政収支赤字をマイナス 3.0% 以内に維持する方針だ。支出構造調整で確保した予算は今後5年間国政課題予算209兆ウォンに投入される。今年第2次補正予算基準で 50.1% の国内総生産 GDP に対する国家債務比率も今後5年間 50% 半ばまで増加する線で管理する計画だ。国家債務比率を年平均 1% 程度に抑えれば目標達成が可能だ。前政権の5年間国家債務比率は 14.1% 増え、国家債務は1000兆ウォンを突破した。ユン大統領は予算さえ投入すれば自然に経済が成長し民生が良くなるという、そのような財政万能主義という幻想から抜け出さなければならないとし、当面の民生懸案と財政危機克服のために政府から率先してベルトを締めなければならないと明らかにした。支出構造調整は聖域を置かないことにした。累次重複したり慣行的に続いた民間補助事業を原点から見直す。440個の民間補助事業のうち61個を廃止し191個を削減することにした。特別雇用促進奨励金など雇用事業も含まれた。裁量支出だが、事実上触れにくい公務員賃金など硬直性支出にも手を出す。ユン大統領は、公務員の定員と報酬も、厳格な基準で運用されなければならないと強調した。いい感じ。ユン政権は、文政権の時代に膨れ上がった支出を絞ろうとしています。それに対して、各方面から、猛反発の声が上がっています。特に聖域とされた公務員の給料にも言及していて、公務員が激怒しています。隣国は尋常ではないインフレに襲われていて、物価が高騰しお金が不足する人が増えています。公務員も例に漏れず、インフレの影響で給料が目減りし、気持ちいい思いをして日々を生き抜いています。しかし我慢の限界が来て、全国公務員労働組合がインフレだから給料を上げろという労働運動を起こしています。そんな彼らを待ち受けていたのは給料カットです。なんとも因果なものですね。文前大統領は雇用は政府が作ると述べて、インチョン空港の非正規雇用の従業員を自身の鶴の一声で正規雇用、つまり公務員に転換するといったことまでやっています。当然他の公的機関などで働く非正規雇用の人たちから、私たちも正規雇用にしてくれ、インチョン空港だけというのは不公平だという非難が巻き起こり、俺も俺もと救済を求める国民が殺到しています。文前大統領はさらに、消し忘れた電気をチェックして回る、山火事が発生していないか監視する政府機関のデータを入力するなど、ユニークな雇用も創出しています。中央政府職員の人数は2017年5月63万1380人から2020年12月73万5909人と、文政権下で公務員は 10.4 万人も増えました。イ・ミョンバク政権では7872人、
幕府政権では 15,791 人しか増えていないということを考えると異常な増加です。人数が増えれば当然政府による給与支払いも増加します。ムン政権発足当時の2017年には 33.4 兆ウォンだった人件費は2021年には 40.2 兆ウォンまで増えました。人件費が2割も増えるというのは異常事態と言ってもいいです。ちなみにさらに公務員増加は年金にも関わってきます。隣国では年金の財源に窮するようになっているのに公務員を大幅に増やして公務員年金の支払い額も増加させてしまったんです。当然これは国民の税金によって支払われますが将来にわたって負担を増やしたことになります。公務員年金財政の赤字は拡大する一方で政府補填額の規模は2001年599億ウォンから2015年3兆ウォンまでに増えています。2016年から2021年まで毎年2兆ウォン規模の税金が投入されるようになり慢性的な赤字になっているんです。隣国政府が国会に提出した20から25年国家財政運用計画によると今年の公務員年金の財政収支は3兆730億ウォンの赤字とのこと。この赤字を埋めるために今年は4兆1000億ウォンの税金が投入されることになっています。これは公務員年金の赤字を税金で補填し始めた2001年以後歴代最大規模です。公務員年金の補填額が歴代最大規模に増える理由は公務員退職者と年金受給者が予想より急増したからです。2020年に公務員退職者が急増して公務員年金の支出が8000億ウォン増えています。2021年の公務員年金受給者は606,782人で昨年よりも4万人余り増えています。こんな感じで公務員年金は枯渇しているけれど毎年たくさんの公務員が退職するので赤字が雪だるま式に膨れ上がっているんです。こういう状況で公務員数を増やすことを決定した文政権は将来どんなことが起きるのか本当に何も考えていなかったのかなって思います。こちらがお隣さんの反応です。私は救急公務員で月収17万円なのにこれ以上何を削るというのか。一生懸命勉強して公益のために働こうとこの場に来た青年です。それなのに最低時給ももらえないのにどうしろというのか。これ以上奪わないでください。国会議員の年俸を 50% 削減し補佐官や秘書を 50% 削減すれば済む話だ。時給より少ない末端公務員の給料を減らさず大統領の月給と長官や次官の月給高位公務員の月給でも減らせ実情をよく知らない国民を先導しようとしている。公務員の手取り18万円から何を減らすというのか。物価が急騰しても公務員の月給はそのままである。コンビニアルバイト級の救急公務員17万円の給料が落ちるのか。これを機に国会にいる人たちも少し減らそう。公衣職は削減して会職公務員の給与は上げなければならない。国会議員は無条件で削減し市議会議員区議員の給料は完全に廃止せよ。やることもないのに税金の無駄遣いだ。公務員はみんな死ねというのか。公務員の給料の5年平均引き上げ率が 1% 台だがこれまで物価は何倍も跳ね上がっている。最低賃金ももらえない救急公務員の給料を削減するというのか。国で受けられる恩恵という恩恵は全て除外し18万円足らずのお金で何の生活をしろというのか。以上が国民の反応です。狭き門を突破して晴れて公務員になれたとしても公務員ヒエラルキーの最底辺は最低賃金以下の給料しかもらっていないみたいですね。そんな人たちの給料まで削減するというのは、ユン政権が本気で財政健全化に取り組むことを決意したということなのでしょうか。財政健全化に意欲を示すのはいいですが、やりすぎると賃金を削減された公務員がブチ切れて、職務を放棄してストライキをするという展開も予想されます。今後の展開に注目ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。